平和とは、麻雀における役の一つ。メンツが全て純子で、弱党が役配でなく、町が両面町になっている場合に成立する。一半、門前役。成立しやすく、他の役とも複合しやすいため、タンヤオと共に、麻雀における基本の役と言われている。タンヤオと、ピンフが複合したものを略して、単品ンンと呼び、単品ンンで、さらに律時家をした場合を、 面単品と呼ぶ。また、使用するパイの種類が多くなりやすいため、確率的に最も裏ドラが乗りやすい手役であるとされる。平和の成立条件は以下の4つである。門前であること、すなわち地位をしてはいけない。負のつかないメンツで手配が構成されていること、すなわち4メンツすべてが純子であること、負のつかないドイツが弱刀であること、すなわち薬杯が、 弱党の時は平和にならない。負のつかない町、すなわち変張り町、か張り町、短期町ではなく、両面町であること。これら四つをすべて満たした時に平和が成立する。二つ目から四つ目はいずれも負がつかないという点が条件となっており、これが負のつかない上がりと呼ばれるゆえんである。ただし、つも数量の場合のつも負に負については、これを無視して、 平和と、門前清室モアの複合を認める慣習になっている。また、矢のようなノベタン三面ノベタンの形は、両面町ではなく短期町であるため、平和にならない。初心者は間違えて、数量宣言をしやすいので注意が必要である。平和になる、パイ姿平和にならないパイ姿マイナス一平和にならないパイ姿マイナス二平和になる町とならない町がある。 パイ姿弱党が、役杯の場合は平和にならない平和になる、パイ姿平和になる、パイ姿平和に取らない方が得点が高くなるパイ、姿負のない上がりというのが平和の定義であり、つも数量の場合はつも負に負がつくため、定義上、つも数量の時は平和が成立しないことになる。しかし、現在の標準的なルールではつも負に負を無視する、ことにより平和の成立を認める。 これを平和つもあり、ピンズもあり、つもピンありなどという。点数計算の上ではつも8、つも8計算などという。これに対し、原則通りに、つも数量の時は平和が成立しない、ルールのことを平和つもなし、ピンズもなし、つもピンなしなどという。ピンズもなしの場合、例えばつも平和はつものみとなり、20不二半の400。 700ではなく30不一半の300、500として計算する。ただし、ピンズもなしの場合でも、平和と門前か不自由不は両立するため、平和の時はどちらも同じ点数になる。ピンズもありは、関東を中心とした東日本で採用されていることが多く、ピンズもなしは、関西を中心とした西日本で採用されていることが多い。ただし、近年は、 西日本でもフリージャンソーを中心にピンズもありを採用していることが多く、広く普及している。そのため現在では、ピンズもなしは完全先付けなどとともにローカルルールの一つとされる。また、平和とつもフとの両立を認め、つも平和を30ふに半の500、1000として計算する、ローカルルールも存在する。ふなしルールでは負の概念がないため、つも平和はそのままに半となる。 平和は一般に、裏ドラが最も乗りやすい手役であるとされている。これは例えば、弱東以外に、灰の重なりがない平和は13種の灰を使うことになり、裏ドラ確率は概算で34分の13である。灰の重なりが1種増えることに、裏ドラ確率は目減りしていくが、7種の灰しか使えない7イツや、5種の灰しか使わない大体話との差は、歴然としている。 歴史的には、複素と、門前か符以外の符がつかない形、つまり符のない数量を平和と呼んでいた。読んで字のごとく、平上がり、つまりシンプルな数量という意味で、これは最低点の数量にあたる。やがて時代が下り、一半縛りのルールが普及するのと、同時期に一半役としての地位を与えられることとなった。平和は立地化と複合すれば、免品。 段矢をと複合すれば、単品、両者が複合すれば、面単品と呼ばれる。本来、面品とは、門前清平和の意味であり、すなわち古い時代において泣いて作った、ク平和が認められていた状況で、あえて泣かずに作ったピンフを指していた。これは、平和を門前で、論は量することによって、さらに重負が加算されるという優位な点数の、複合だった。 しかし戦後の立時か麻雀の普及後は、免品といえば、もっぱら立時化平和という役の複合を指すようになっている。途中立時化のルールの普及期には途中立時化ありのルールと途中立時化なしのルールが混在するという問題が生じていたため、当時の麻雀ルールのデファクトスタンダードだった日本麻雀連盟では、折衷案として、 門前清に対して一ぼしを上乗せするという旨の公式ルールを一時期採用していたことが確認されている。この結果、門前清平和は割りつじか平は相当となり、計二ぼしとして機能するようになった。連盟は、その後、RCR 麻雀に特化して途中立地下は結局、採用されなかった一方で、一般の麻雀では途中立地下ルールが普及したことにより、どちらも、 門前清による一ぼしは乗せルールはなくなった。しかしい平和が上がり役としては認められなくなったこともあり、免品はいつしか律字か平和を指す言葉として普及していた。なお一ぼし縛りのルールが普及すると、門前論重負も上がり役とはみなされなくなり、門前清という役としては、門前清つもはだけが残った。この意味において、免品が本来は平和。 門前清津もはだったとする説明も必ずしも間違いとは言えないが初期の麻雀では平和と門前清志もは複合しないルールだったため現実問題としては門前もよりも門前論に由来している平和のも上がりが認められるようになると免品もで三個星という事態も生じるようになった言葉の由来上は門前清が重複するがこの場合の 面は立字化を指しており、ツモが門前清ツモもを指す。一部のルールでは、袋下平和型を実質的に重負の付約とみなす慣習がある。もちろん、付約であるから数量資格を満たすことはできない。また、ブーマージャンでは袋下平和を認めるほか、中国マージャンでは成立条件が簡略化されており、純子四組で弱党も、 数倍の数量はすべて平和とみなすようになっている。ありがとうございます。